どうも皆さんこんばんは、リック学会です。今日はね、今映しているこのシーケムマトリックス、前回ね1リッター入れたってお話しさせていただいたと思うんですけど、こちらのロゾイと、あとね後半にもう一つ、新たなロゾイを試してますんで、そちらの話をしていきたいと思います。まずねこのシーケムマトリックスなんですけど、水量100リッターに対して、250ミリリットルを使用してくださいという商品になります。なので私の水槽であれば、まあ大体500前後、ぐらいかな、水量が。なので1リッターでね、ちょっと足りるか足りないかっていうところですよね。でこれを1つ入れて試してたんですけど、ちょっとねあまり変わらなかったので、ここですね、ここに入れてるんですけど、さらにね2リッター追加して3リッター、まあ、要求されるね、量の、まあ、2倍以上は入れてみたんですけど、ちょっと効果がなかったかなと。まあ、時期もね、時間もちょっと、もうちょっと見ればよかったのかもしれないですけど、今回はそんな感想です。で新しい色材にこちら、セラのね、シポラックスという商品、こちらをね、10リッター、購入してみました。でこちらの歌い文句としては、脱質をね、するバクテリアを、まあ、いわゆる検出性っていうのかな、バクテリアを、この中でね、増やすことができるということだったんで、表面積がね大して大きくないんですけど、こちらを購入してみました。で早速ね、袋を開けてみたのがこちらですね。で中ね開けてみると、もうこれネットに入ってるんですよね。1リッターです。あ、これ1箱が1リッターになりますんでね、まあ、こういった形で一応中入ってると。まあ、少量でいい場合はね、もうこれこのまま入れてあげればいいんじゃないかなと、思うんですけどね。でこの網に1リッター入ってるのと、であとね多分これバクテリアだと思うんですけど、これちょっと英語というか日本語じゃなかったので、正直、内容は理解してないんで、今回はこれは使わない方向でいきます。はい。でこのね、シポラックスどこに使いたいのかいうと、こちらのね、あの物理ろ過の、フィルターのところがねだいぶ容量大きいんで、ここの下にね入れてみようかなと、思ってます。もうこっちはパンパンなので、まあ、入れ替えはできても追加できないというような状況で、こちらのウールマットのところに、追加する形にしていきたいと思います。はい。でこちらのねセラシポラックスなんですけど、説明書がね、ついてるんですね。まあ、あのろ過能力を誇る、フィルターですということで、利点が書いてあるんですけど、まあ、面積が、ね、1リッターで270平米と、いうことですね。まあ、最近のやつだったら、ね、もっとでかいの、面積が大きいのもあるんですけど、まあ、1リットルで、200リッターの飼育水を、ろ過することができるということで、今回は10リッター使いますので、およそね、2立方メートル、水槽の容量の4倍から5倍までいけるという状況ですね。でこちらが開けてみたところ、これ5箱ですね、まあ、こんな感じで入っているのをこちらのね洗濯ネットに、入れて、使いたいと思ってます。で1つ目、2つ目とね、入れて、まあ10リッター1袋でもこれ入りそうですけどね、とりあえず、まあ、5リッター2袋に分けてやった方が、今後のね、まあ、メンテナンスとか、あんま大きいとちょっと取り扱いがね、少し、まあ、不便かなというところがありますんで、5リッターで、試してみたいと思います。でこれをね5つ入れたら、水で一旦ねすすいで、これ5リッター入れたらこんな感じですね。水ですすいで、ウールマットのところに入れていきたいと、思ってます。はい。で実際入れたのがこんな形になります。今後はね、この状況でちょっと様子を見て、またね、感想をお伝えできればと思ってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。